はい、皆さんこんにちは、ポジネガさんです。昨日ちょっと超能力の話をしましたね。別にね、超能力あったってなかったってどうでもいいんですよ。それに恐れることもないし、だから恐れるんだったらさ、俺神田川さんは物事の結果を左右できるだけのフォース持ってるでしょ、ジェダイフォース持ってます。俺もジェダイフォース言ったんだけど、だからこれをもう超能力と認めるかどうかによって超能力者だよ。だけどね、それでは解決できない他のこともある。未確認飛行物体 UFO、 これ確認できちゃったんだけど、みゆちゃん見たよね。見た、うん、はい。だからね、その UFO に対して果たしてそれがいていいのか悪いのかも含めて、ポジネがまずあるかないか、宇宙人と遭遇したら人間はいいのか悪いのかも含めてポジネが言ってみたいと思いますね。はい、はい、まあ、もちろんさ、UFO が何かってことと見たものが本当かってことも前半ではたっぷり語ろうと思います、はい、いいですか。実際体験しました、みゆちゃんが、ね、はい、カリフォルニアハリウッドの UFO の話いきますよ。ポジネがチャンネルです、はい、で最初ラルクスっていうさ、スーパーマーケットに行った時に駐車場のところで、うん、結構閑散とバーンでガーンとした駐車場で、うん、結構広々してるのね、そっからの空とかね。おうおうおう。でなんかみん なんか写真撮ったりなんか動画撮ったりして大騒ぎしてて、うん、何でかなと思って空見て、でなんか月と同じぐらいの明るさの流れ星みたいなでっかいやつがバーってゆっくり進んで、ゆっくり動いたんだよ、うん、そうで、あれをみんな撮ってんだなと思って、なんだろうなと思ったんだよね。でみちゃんはそのタイミングもあってさ、動画は撮らなかったんだけど、だって映んないからさ、なんか他の光が入っちゃって、あ、まあ、いっぱい映ってたけど一般の人はね、うんうん、まあ、それでね、結局どうだったかっていうと、ネットにもいっぱい上がったんだよ、うん、それで僕はちょっとシェアしてさ、それについて、ね、調べたの、うん、でもちろん天体観測ってのを俺はずっとやってるから、実際にその UFO みたいなものを見てる回数が尋常じゃないぐらい多いんだよ、うん、特に俺昔丹沢に住んでた当時なんてのは天体写真撮るでしょ。でその当時高いフィルムを使うわけ、要するにね、103AE とかいうさ、特別な赤外領域だけ強く映るようなフィルムを使って、星雲とか星団を望遠鏡で追っかけながら1時間ぐらいかけて撮るわけ、1枚を。大変なんだよね。その時に UFO が出ちゃうと天体写真としてはもう天文ガイドは受け付けてくれないんだよ。要するに変な光が出た、人工衛星かとか虫だとか言われちゃう。そうそう、いやだってホタルを飛びはさ、UFO に映るからね、こんなこと言ったって、うん、だからいい迷惑だった。それこそみんなでウィザーディングメンバーでみんなでどっかの山だったなに行った時に、山のふもとのところにもう本当にもうそれこそなんだろう、3つの遭遇みたいな宇宙船がもうね出てきちゃって、大変な騒ぎだったら、なんだなんだったら、その当時一緒にいた遠藤君というねちょっと変わった子がいて、その時も、え、あれは何ですかね、お祭りじゃねえですかって言ったから、だから体験することは秘密です。でアメリカに住んでればそんなのいくらでもあるわけだし、ハリウッドにいっぱい現れてるんだよね。それでまたそういうね写真を見た時に、日本の科学者見てて、これはね何かの見間違いですよって、金星ですよとかバカなやつもいる。だからテレビなんか出て UFO を否定するやつらは UFO を否定するやつなんてバカですっていう話になる、うん、ね。ただもちろんだって俺たちの住んでるところはさ、近く、比較的近くで車で行けるところにエリア51があるんだから、うん、ね。だからそれはさ、都市伝説だって言ってたさ、バカな科学者いるわけでしょ、日本のエリアあるんだよ実際に。あるよ。でキャッスルでパーティーもやるしさ、いろいろ、まあそういうエリア51は軍用施設だって言うけど、明らかに軍用施設になんでホーキング博士が行くんだよとか、そういうねんよ。まあね、そんな話も含めて見たものを研究しました、検察で。気球、間違いません、気球とか人工衛星ね、うん、またはそういう気象現象で、そういうのがよく勘違いされるな、うん、または流れ星隕石で、俺は天文家だからそれを見た瞬間に、あ、これ全部違うと、うん、要するに火球とかあるでは、あまりにも見えてる時間が長すぎたこととか、うん、動きも含めてね、うん、でそれで気球とかそういうものでもないことが分かった、うん、すごい、あんなに光るものって気象現象でもないと、プラズマとかね、要するに雷の一つがさ、そういうふうに動きをする場合もあるから、じゃあ何だろうと、まず結論付けたこと、これ人工物であると。人工物っていうのは人間でも宇宙人でもよ、誰かが飛ばしているものであることが実際だと、うん、でこれね、 UFO 的な、ね、考え方を十分にあるなっていうのが答えだったの。そしたらね、ある僕の仲のいい友達が、これスペース X だよってきた。で調べたら、スペース X がカリフォルニアからアルゼンチンのこうなんとか衛星を乗せて商業として打ち上げられたって記事が出てきた、うんうん、でこれをまず信じましょう。そうかもしれない、うん、かもしれない。だけど可能性がすごい、それは後出しで打ち上げたことにされているフェイクニュースかもしれないんだよ、分かんないんだよ、うん、だけど僕らが要するに手を出して言えてることはここまでなの。人工物だろ、確かで、スペース X が打ち上げされるっていうのは、俺たちカリフォルニア住んでて、カリフォルニアのハリウッド上空に来るのに一切予告されてないからね、
まあそれは予告ね、うん、だから予告なしにニュースもしなく打ち上げられていることに対して、うん、後からいや実はスペース X だったよって言われて納得できるかってものもあるわけ、うん、その可能性が高いけど、うん、だから現実的な問題ってそういうさ UFO とかあのその宇宙人であるかどうかは別として何かしかのものであったことは実なんだ。ハリウッドってね前にもあったんだよ、うん、あのやっぱりスペース X の打ち上げだっていうさ長い線を引いたね明るいね雲みたいなものが出て、うん、大騒ぎになったことある。それと別に3機か4機ぐらいのさ飛行物体があの乱雑にねぐるぐるぐる動きながらあのこれはね2011年かななんかに飛んだこともある。で山ほどある渋谷に現れたこともあるし、だからこれをね天文家が直撃しちゃうとあのこれねあの全然ねあの要するにさ解決できない、うん、ある時にその動画を見せた天文家っていうかわけなのか天文家って一流じゃないよ、一流はそういうの出ないですよ。の天文家がそれ見たってああこれは金星ですって、うん、で平成近くでもこれ動いてる金星ってこんな動くんですかいや地表の揺らぎでこうやって動いてるいや実際動いてるでしょ、うんね、だからあの天文家っていうか天体観測をやってるその専門とか天文学の専門家でさえもうそういうこと知らないから、うん、あれだね、うん、お医者さんがうち外科だから外科の手術しかいない、そうそう内科のこと分かんねえって言ってるみたいなもんだね、うん、だからその UFO がどうたらこうたらっていう前にそれがある前提でいても全然おかしくないの。ただそれを認めているって瞬間に例えば世界的な株価にしても何にしてもいろんなものがどう変わるかというその UFO に対してだって宗教的なものとか政治的なものが変わるわけだろ、うん、世界中で現れてるもので、でもちろんそれがそういうものであればアメリカは研究しなきゃいけないわけだから、うん、そのために予算を割いて研究接近遭遇してるわけだけど直接やっちゃうとそれに対して答え出さなきゃいけないじゃないか、うんね、例えば火星行って調べた結果なんかあの NASA は発表してません、うん、発表できないこと多すぎるから、うん、当然ね、オプチュニティから始まってさ知りたいけどな、うん、だから結局どうするかって言ったらあの極秘でやるしかない。それが例えばエリア51であって、うん、でエリア51はあの基本的に役目をほとんど終えたからもう研究上のね、だから公表しちゃってもいいわけですよ、うん、だからはっきり言ってさ今ドローンっていうのがさすごく当たり前になってあれで車が空飛ぶような時代になってきてんだ、うん、だけどそれ以外の方法であの空中をあの飛ぶ方法とか浮かぶ方法ってのはいっぱいあって、うん、マジだったらそれを考えてさうまく磁場を使ったりとか磁力を使ったりそういうことを使って要するに浮くわけだよ、うんうん、だからそれを考えれば俺は中学校ぐらいの時に高いからみんなに出し合ってあのってさ円盤作ってねあの超心理学会かなんかのさあのキット買って6万円ぐらいしたの、俺たちがすごいね、でみんなで買ってそれで飛ばしたの広場で、うん、それでその広場の後には国立競技場が立ってるんだけど、国立競技場は国立演芸場、うん、どうしたのその瞬間バーン飛んでさねあのテレビをあの壊れたテレビっていうかさ古いテレビを使ってあの高圧電流流してさパン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 飛ばしたの。そしたらさすごいビジュアルに飛んでパンパンって言ったら最後さどっか行っちゃったんだよ、6万円終わり、どこ行っちゃったんですか、もう終わりは分かんないんだけど、それで結局それと同じように動くのは俺たちが中学時代に中学生がキット買ってできるぐらいになってんだよ、ね、だから問題はそういうことじゃなくている前提、今宇宙に生物がいるという前提があって知的生命だっている前提であの物事って天文学からそういうの進んでるわけだから、どうやってそれを人間は対処して考えて付き合うかってことじゃないですか。だから地球って資源だけじゃダメだから地球人の方が文明が進んでて地球人の方がいろいろできる新しい別の世界ってことを探していかなきゃいけないし、だから当然のことだけど人間にものすごく近いんだけど血液が緑だっていうさそういうような人がいたっておかしくないでしょ。そうね、あとほら、うん、酸素じゃないもの、そうそう、だから血液が緑だったということは光合成を起こしてるあの動物がいてもおかしくないっていうことなんだよ、うんうん、だから我々はそういうことを考えたときにやっぱり宇宙人が出たときに良しとするか悪しとするかネガティブ考えたら戦争しかないわけだし、インデペンデンスデーですね、うん、ポジティブ考えたらスタートレックでみんなで協力してあの宇宙できたらいいけどね、うん、だから俺たちが見た宇宙のものがあの結局あれは宇宙人だとかさ UFO だとかいるとかいないとかじゃなくて、うん、あれがどんな天文現象なのかどうなのかそういうことをちゃんと見極めて政府とかそういうの絶対発表してくれないから残念だけど、うんね、火星のだってさ地質のあれだってさ発表しないんだからさ、知りたいけどね、だって川崎に買っちゃったらしょうがないでしょ、水もあることはだんだんと小出しにするんだね、うん、うちのおふくろに対する親父の遺言と同じで、ね、昔話を小出しに言えとかね、うん、そんなもんだってことだね。さあとにかく UFO 見ましたね、はいはい、今度いつ見るか分かんないけどあの今度は写真撮りましょう、見えちゃうね、自分の写真かな、簡単だよ、簡単撮ろうとしたけど変な光がボーボー入っちゃってあんまりだ、いや撮ってみれよ動画の、そしてその後あ入ってたってことだったらいいじゃん、うん、ね、だから俺もはっきり言ってあのマジキャッスルでヘリコプターをいっぱい撮ったけど簡単撮れてます、うん、ね、夜中のね、はい、ということでいろいろお送りしました、はい、ポジネガに考えたら UFO もいてもいいかなって感じですね、はい、いると思う、いるかな、また来週です、うん。
さようなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。